バリーは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレー・バーク級ミサイル駆逐艦の2番艦。艦名は、アメリカ独立戦争時の大陸海軍軍人で、アメリカ海軍の父と呼ばれているジョン・バリーにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で建造され、バージニア州ノーフォークが母校。1番艦アーレー・バーク建造後に行われた。 燃料補給やヘリコプター運用などのいくつかの回収は本館以降すべての艦に実施された。バリーは数多くの賞を受賞し、特にバッテンベルクカップは1994年、1996年、1998年と3度受賞した。そのため90年代後半にはバッテンベルクバリーの愛称で呼ばれることとなった。さらにバトル E を4度受賞。 ゴールデンアンカー及びシルバーアンカーも受賞している。2004年には大西洋艦隊で最も改善された艦としてアーレイバークフリートトロフィーを受賞した。2004年バリーはニューヨークで行われたフリートウィークに参加した。2011年3月国連アンポリ決議1973で定められたリビア飛行禁止空域を実行するためリビア沖に派遣され、 オデッセイの夜明け作戦に従事した。2016年3月14日、アメリカのアジア重視戦略、リバランスの一環により、配備先の横須賀基地に到着した。2017年までに第7艦隊に追加配備が計画されているイージス艦3隻のうち3隻目。2016年1月6日、米海軍公式日2016.1、12、 メイポート基地移動のラッセンと入れ替わり配備となり第7艦隊のイージス艦装数は11隻。DDG-52 という初期立て造艦である、モノの最新イージスシステムベースライン9をアップデート搭載しており、従来では対処できなかった複数かつ、発射角度の違う弾道ミサイルを同時に、迎撃可能な能力を有している。ありがとうございます。